どうも皆さん、こんにちは、のしです。さて今回は、音楽ディスクを収集できる音楽ディスク収集場を作ってみたので、こちらの作り方の方をご紹介していきたいと思います。こちらの収集場は、スケルトンがクリーパーを矢で倒すと、音楽ディスクをドロップするという仕様を利用して作ったものです。作り方も非常に簡単ですので、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、今回使っていく材料はこんな感じですね。名札に関しては釣りで釣ることもできますし、ダンジョンのチェストとかにも入っていることがあります。もしくは秘書さんとの交易でも名札をね、入手することができます。まあいずれかの方法で名札の方ですね、入手していただければと思います。あと盾なんですけども、盾に関してはスケルトンを確保するときに結構弓をね、打ってきますので、まあその対策として、まあ盾を用意してます。まああった方がいいかなと思います。ではやっていきたいと思いますけども、今は昼です。で、昼のうちにできることをやっときます。スケさんの確保は夜にやりますね。で、まずは地面を 1,2,3,4 このように掘って、ピストンを4箇所このように設置します。で、真ん中に感知板を設置します。そうしましたら、スケさんを迎え入れるためにちょっとで屋根を作って、太陽の光でスケさんが死なないようにですね、今のうちちょっとこの辺をね、スケさんの仮のお家を作ってあげます。はい、そうしましたら昼の作業はここまでです。夜になってからスケさんを今作ったところにですね、誘い込むということをしていきます。ナイトにして、はい、スケさんを出して、で今ちょっとゲームモードがクリエイティブなので、サバイバルモードにして、で、盾を装備します。はい。これで、スケさんの攻撃を防ぎつつですね、スケさんに入ってもらう家の近くまで、こんな感じに誘導しましょう。はい。ちょっとうまく入ってくれるから、このよ、ぐるぐる回ってれば勝手に入ってくれます。はい。こんな感じにスケさんが、入りましたんで、スケさんの確保は OK ですね。一旦ここで、クリエイティブモードに戻して、夜だと見づらいので、ちょっと暗視の効果をつけておきます。ちょっと暗視の効果をつけました。今はね、本来は夜なんですけども、暗視の効果をつけてるおかげで、昼のように明るくなってます。で、この状態は今ね、クリエイティブモードなので、スケさんは攻撃してきません。そうしましたら、スケさんのお家をもう少し改造します。仮ブロックをここに置いて、ここに吸着ピストンを置きます。で、その前にブロックを置いて、ここにレバーを設置します。そうしましたら、名札をね、スケさんにつけて、スケさんのデスポーン対策をします。金床を使って名札に名前をつけていきます。名前はね、何でもいいんですけども、今回はじゃあスケさんとかいう名前にしときましょうか。名札をつけるところはちょっと難しいかもしれないので、サバイバルモードでちょっとやっていきますね。盾を持ちつつ、この壁の裏あたりに隠れて、とっさに名札をこんな感じにスケさんにつけるという感じでやってあげれば、スケさんに名前をつけることができます。それではクリエイティブモードに戻して作業の続きやっていきます。レバーでまずスケさんが攻撃してこないように、ここをね、こんな感じに塞いでおきます。で、この隙間からね、スケさん攻撃してくるので、ブロックをこのように設置しておきます。で、こちら側もブロックを2つこのように積み上げて隙間を埋めておきます。ここからしかね、スケさんは顔を出せないっていうかな、まあひょっこりしないという感じになります。そうしましたら、ここのブロックの真下から1個2個3個目ですね、ここを2個このように掘って、でチェストを置いて、チェストの横にホッパーをこんな感じでスニークしながら設置します。で、ホッパーに入れたアイテムがチェストに入ってくるイメージですね。そうしましたら、このホッパーの上に、まあ、こんな感じにボートを置いておきます。ちょうどね、ホッパーの上にボートが乗ってる感じになります。これで音楽ディスクの収集場の方はね、作成完了です。それでは、クリーパーさんの出番ですね。で、クリーパーさんを、スポーンエッグで召喚して、ボートの上に誘導していきたいと思います。私、サバイバルモードにします。さあ、クリーパーさんとチェイスですね。私は逃げます。クリーパーさんは追います。さあ、おいでなさってください。こちらの方にどんどん来てください。で、ボートの上に素直に乗ってくださいという感じで、どんどん、ボートの方にクリーパーさんを誘導していきましょう。いい感じに乗ってくれましたね。家の中にいるスケさんにクリーパーさんを攻撃してもらうだけですね。で、こちらのレバーを操作して、スケさんの顔をひょっこりさせます。スケさんと自分の間にクリーパーさんがいるような感じで自分は立ちます。そうすると、クリーパーのことをですね、スケさんは攻撃を始めます。まあ当然、クリーパーの後ろに私がいるもんですから、スケさんは僕に対して弓を打ってくるんですけども、その間にクリーパーさんがいるわけですから、クリーパーさんに矢が当たるという感じになります。
クリーパーさんはここでノックダウンですね。そうしましたらレバーを操作してスケさんと一旦ここでおさらば。そうしましたらチェストの中を見るとこんな感じに音楽ディスクと火薬が入ってくるというような感じです。ボートにクリーパーさんを乗せるのはちょっと難しそうに見えるんですけど、クリーパーさんと自分の間にボートが来るような感じに立っていただければクリーパーさんをボートに乗せれるんじゃないかなと思います。で近づきすぎると爆発するので気をつけてください。今回はホッパーを1個しか設置してないので、このようにですね外側に火薬がはみ出ることもありますけども、それが気になる方はホッパーを増設して、広範囲でアイテムが拾えるようにちょっとねカスタマイズしていただいてもいいかなと思います。はい、というわけで今回は音楽ディスクを収集できる音楽ディスク収集場の作り方のご紹介でございました。最後までご視聴ありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you!